仕事は何時ぐらいから何時くらいまでやってくださってるんですか？朝6時半から15時半までですね。近年とっても気温が高いですが、豚は暑さに強いですか？また熱中症対策何かされてますか？豚はですね、汗をかけない動物なので暑さには弱いです。熱中症、正直うちの農場でそれは今のところはなった豚は見たことはないと思います。もう自由に動いて自分たちで自分にとって暑さ対策としてですが、一応カーテンでが両端にある小さいファンが何個かついてまして、それで空気を回したり、あとは細部装置、まあ一応匂い対策にもなるんですけど、霧状のものがクーリングパドというものがついてまして、大きいファンが8個ついてまして、温度によってストレス軽減のために何かされていることはありますか？驚かせないっていうこと、あとは古い餌とか汚い水ではをできるだけ掃除してあげて。チャーミーポークを生産している立花です。チャーミーポークを販売開始して26年になりました。皆様からのチャーミーポークは美味しいという声にいつも元気をもらっています。これからも美味しいお肉をお届けできるように頑張りますので、チャーミーポークを今後とも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、飼料米を育てております株式会社アドバンスの畠山です。消費者の皆様方、たくさん、購入いただいてですね、ぜひ我々の作ったお米で、できた豚肉、ぜひたくさん消費していただければなというふうに思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。チャーミーポークがどのような生活を送っているのか、どのようなものを食べているのかが分かり、とても楽しかったです。この2日間の体験を通じてチャーミーポークの魅力をとても深く感じることができました。どうもありがとうございました。家族や周りの知人友人にチャーミーポークを伝えていきたいと思います。餌がどのようなものを食べてどのように製品になるかまでを短い時間だったんですけれど、学んだことでたくさんの人がいろいろと関わっているということが感じることができて、この2日間の研修を通じて、さまざまな仕事の大切さ、それから皆さんがいろんなことを考えてくださって、とても勉強になるような有意義な2日間だったということで、この2日間で食物連鎖というにはちょっと違うんですけど、そういった食べ物の、皆さんが関わっていく、中でのどんなものを、食べて、どんなものがまたそれを自分たちが食べていくのか、たくさんの方が私たちの手元に届くまでに手をかけ愛情をかけていただいているチャーミーポークをたくさんの方に広げて、私もこれからますます買いたいと思います。ありがとうございました。岩手チャーミーポークの不思議発見の旅、いかがだったでしょうか？どんな思いでどのようにして作られているかが分かると、その味も変わってくることと思います。それでは岩手の旅はここまで。あと少しだけお付き合いください。動画1で触れた岩手の郷土料理ひっつみを作ってみました。小麦粉などを水でこねたものをひっつまんで鍋に入れることからひっつみの名が付きました。野菜やきのこなどをだし汁の中に入れて醤油味や味噌味で仕上げます。具としてチャーミーポークを入れるととっても美味しくなります。もう一つチャーミーポークを使ったレシピの紹介です。こちらは、お月見豚丼。チャーミーポークは、臭みが少なく、お肉の脂もしつこくないので、のっけ丼にとっても合います。最後に、プレゼントのお知らせです。ご応募いただいた皆さんの中から、抽選で10名様に、チャーミーポーク味付き肉の詰め合わせをプレゼント。さらに、抽選に外れた方の中から、500名に、100ポイントをプレゼントします。岩手チャーミーポークの不思議発見の旅はこれで終わりです。少しでも一緒に岩手に行った気になっていただけたら嬉しく思います。ご覧いただきありがとうございました。